令和の怪物と呼ばれ、昨年には完全試合も達成した日本球界の未来を背負うピッチャー佐々木朗希。今回はそんな佐々木朗希の面白いエピソードを50個紹介します。名前の由来はスーパー戦隊シリーズの百獣戦隊ガオレンジャーに登場してくるローキというキャラクター。当時その番組を好んで見てた3歳年上の兄が、名前はローキがいいと言い、母も悪役だけどかっこいいと思ったそうで、ローキと名付けた。平成の怪物松坂大輔は、フォークがすごい、体の使い方がうまい、コントロールがいいと令和の怪物佐々木の良さを述べ、ちょっと次元が違うと唸っている。学生時代、佐々木とその友人は修学旅行で待ち合わせの場所を忘れて集合時間に遅刻してしまった。しかし友人が先に先生に謝ると、やったと思った佐々木は、悪いのはこいつですと友人に罪をなすりつけ退散。さらにこの一件について佐々木は、僕視点でみんなに教えてあげたと、悪いのは僕じゃない友達ですというタイトルで卒業文集に書いた。2023年、年俸は5000万アップの8000万となった佐々木。しかし佐々木は無類の倹約家で、プロ1年目の時は1年間で5万円しか使わなかったそう。欲しいものがほとんどないと話し、出費のほとんどが食事だった。21歳にしてすでに歯にこだわりを見せる佐々木は、最高級と自負するおよそ2万円の電動歯ブラシを使っている。そして佐々木は歯ブラシをする前に歯間ブラシを使っているのだが、自分が登板しない試合の時、ロッカールームのソファーでずっと歯間ブラシを使用していて怒られた。2022年5月10日のソフトバンク戦、佐々木はベンチに座っていたマーティンの膝の上に座る。これだけでもびっくりだが、マーティンは嬉しそうに佐々木の腰に手を回し、佐々木が話しかけるとマーティンは上目遣いで話していた。このイチャイチャシーンは2022年の珍プレー好プレー大賞に選ばれ、ファンはプレーじゃないの草などとコメント。パリーグ TV の公式 Twitter からは、おめでとうと少し違和感を感じる祝福メッセージが送られた。そんな佐々木は愛するマーティンのバッティングフォームを本人の前でモノマネ。これにマーティンは大爆笑し、レアードレアードナウとレアードのモノマネを追加注文。佐々木はこれもすんなり引き受け、バットを逆に持ち替えてレアードのモノマネを披露。マーティンはまたも大爆笑で、ファンからは可愛いなどと絶賛されていた。2022年4月10日、ロッテの本拠地で行われたオリックス戦。佐々木は先発ピッチャーとして登板すると、オリックスの吉田正尚ら強力打線を完全に抑え込み、初回の3人目のバッターから5回終了まで13者連続奪三振を見せた。これまでの NPB 記録は9者連続奪三振で、佐々木は実に64年間守られてきた記録を破ってみせた。さらにこの日は味方の援護もあった。6回に佐々木とバッテリーを組む松川光が走者一掃のタイムリーツーベースで点差を6点に開いた。また内野ゴロを受けた際には、味方の安定した守備でしっかりアウトが取れていった。そして9回表、27人目のバッターは前年ホームラン王の大砲杉本裕太郎。佐々木は杉本を難なく3球三振に打ち取り、 NPB 記録タイの19三振目を記録。そして NPB において21世紀初の完全試合をやってのけた。そして完全試合を達成した時、周りの選手から水をかけられて祝福され、ラブラブラマーティンからペットボトル 2,3 本もの水をかけられた佐々木。しかしかけられたのは水ではなくスポーツドリンクで、べちょべちょになりましたと振り返っている。しかし佐々木の無双はこれで終わらなかった。次に登板した日ハム戦でも8回まで14奪三振を奪い、パーフェクトピッチングだった。ただこの試合は佐々木に疲労が見えたという理由で、史上初の2試合連続完全試合まであと1回というところで降板となった。その日ハム戦の次に登板した4月24日のオリックス戦では、初回に連続無安打記録がとうとう止まった。しかし事件は2回に起きた。佐々木が足立良一に投じた外角低めの158キロのストレートがボールと判定され、同時に盗塁を許してしまった。すると普段は冷静な佐々木だが、これにはマウンドを降りて安定に不服そうな態度を示し、苛笑いを浮かべたのだ。この佐々木の態度に苛立った白井球審が、険しい表情で何かを言いながら佐々木に近づき、あわや一触即発という展開に発展した。しかもここで女房役の松川が活躍。佐々木と白井球審の喧嘩寸前の中に割って入り、両者を咎めて落ち着かせ、この冷静な振る舞いにファンから称賛の声が上がった。一方で白井球審に対しては、大人げないパワハラなどと批判が集中した中、ダルビッシュ有は、選手も感情を態度に出すのだから審判も別に出していいのではと、ファンの審判に対するリスペクトが足りないことを指摘した。ミュージシャンの中ではあいみょんが好きで、自身の登場曲にも使用している佐々木。去年テレビ番組で初めて顔を合わせた時には、ちょっと心臓の音聞こえますと漏らし、かなり緊張した様子だった。2022年、初めてオールスターに出場した佐々木。すると試合中、同じパリーグチームの山川穂高とフリップ芸を披露した。一つ目は、佐々木と同じくあいみょんの曲を登場曲にする山川が、お前俺の許可なしであいみょんと対談したなとスケッチブックに書き、ピコピコハンマーで佐々木の頭をちょんと叩いた。なお佐々木は終始困惑した様子だった。
そして2つ目は白井球審と仲直りしてと書かれていた。これにマスク姿の佐々木は笑みを浮かべながら山川と共にカメラの前でお辞儀をし、またも山川にピコピコハンマーで叩かれた。そして約1分間の芸が終わった後、何をやっていたのか気になる周りの選手は山川の元に集まり爆笑していた。まだまだ山川の佐々木好きは止まらない。去年11月に山川は来年も打てねえし三振の借りを返してやったぜという文面とともに、佐々木の後ろ姿が写った写真の尻の部分に干潮をしている写真をツイッターにアップ。佐々木の尻の部分が絶妙に食い込んでいるように見えるのがリアル感があり、ファンの笑いを誘った。さらにそれから2週間後、佐々木と直接会った山川は本物にしてやったぜという文面とともに笑顔で佐々木に干潮する写真をツイート。佐々木も嬉しそうだった。同い年でフィギュアスケート選手の本田真凜と対談した時もあいみょんの話になった2人。佐々木があいみょんのライブに行った話をすると、本田真凜はカラオケでも歌われますかと質問。しかし佐々木はカラオケ行ったことないと話し衝撃を与えた。そして本田真凜に野球選手になっていなかったらどんなことをしてたと聞かれた佐々木は、土日休みで楽のやつと即答していた。そんな佐々木が野球を始めたのは小学校3年生の時。最初は父と兄とよく練習し力をつけていった。しかし小3の終わりに起きた東日本大震災で岩手県陸前高田市で暮らしていた佐々木は被災。佐々木本人は高台に逃げて無事だったが、大好きだった父と祖父母を亡くした。佐々木は野球をしている時が一番楽しかった、夢中になれる時間というのがあったおかげで大変だった時辛い時も頑張れたと、野球が心の支えになっていった。しかし佐々木は子供の頃野球選手になれるとも思っていませんでしたし、決して目立つ選手ではなかったと当時の実力を話し、プロ野球選手になるという夢すら持っていなくて、普通の会社に就職して結婚して静かに過ごしたいと思っていたぐらいですよと振り返った。しかし父は佐々木が野球を始めた頃にすごい選手になるかもしれないと話していたそう。習い事では野球以外をやってこなかった佐々木、水泳も習おうとしたのが初日に怒られてやめちゃったと明かしている。中学時代はプロ野球選手としては珍しい公立中学の軟式野球部に所属。中学3年の時には球速141キロの球を投げた。そんな佐々木には大阪桐蔭高校や花巻東高校など岩手県内外を問わず名門校からスカウトが来ていたとのこと。しかし佐々木は大船渡の仲間と甲子園を目指したかったと話し、それらの誘いを断って地元の県立大船渡高校に入学した。佐々木は高校進学後、高1で147キロ、高2で157キロと速球のスピードを上げていった。そして高3で非公式ながら高校生最速の163キロを出してみせた。この頃から令和の怪物と呼ばれ始めた佐々木は高3夏の甲子園予選で好投を見せ続け、チームを県大会決勝進出に導いた。ところが筋肉の張りがある、故障を防ぐためと監督は佐々木の決勝戦登板回避を決断。そしてチームは決勝で敗北し甲子園を逃してしまったため、高校には2日間で250件を超えるクレームが来た。さらにダルビッシュ有の張本勇批判など有識者の中でも賛否両論が上がった。ロッテに入団した佐々木の育成を任されたのはメジャーでも活躍した吉井正人だった。吉井は佐々木にこいつが完投するイメージがわかへんと感じ、体つきや体力は中学生並みと感じた。しかし素質は野茂英雄や大谷を超えると感じた吉井は慎重に育てようと決意し、佐々木を1年間1軍に帯同させながら1試合も登板せず体作りに専念させた。ロッテに入団して早々、女優の浜辺美波からバレンタインチョコをもらった佐々木。これには当然喜んだ佐々木だったが、もらったことがないので今回が初めてですと暴露し、 SNS ではおいおい嘘だろと衝撃の声で溢れた。先日には偶然漢字一文字違いの佐々木希と共演した佐々木朗希だが、他にも会いたい女性に長澤まさみ、橋本環奈、白石麻衣といった絶世の美女を挙げていた。そんな佐々木はかつてタイプの女性を聞かれた時、綺麗な人はいっぱいいるのでそういう好みもコロコロと変わるので笑顔が素敵な人はいいなと思いますと回答している。一昨年迎えた佐々木の20歳の誕生日、チームメイトで覚えていたのは一人だけだったと明かした。しかしその日はクライマックスシリーズ開幕前日、初戦に先発予定だった佐々木は会見を行った。すると記者たちからバースデーケーキのプレゼントというサプライズを受ける。しかし佐々木はケーキに書いてあった自分の似顔絵に似てないっすよと指摘し、さらにケーキを食べるかと聞かれるとどうぞと生クリームが苦手なため自分は食べずに記者たちにあげた。完全試合を達成した時、マウンド上でいつくらいから可能性を感じたかという質問に、最後終わるまで思わなかったと回答し、心配性なんでといつか打たれるかもと思っていたそう。佐々木は20歳5ヶ月と NPB 史上最年少で完全試合を達成。さらにキャッチャーとして好リードを見せた松川は、あの貫禄からは想像がつかないが、なんと高卒新人の18歳5ヶ月で2人合わせた年齢が38歳330日と、完全試合を達成したバッテリーの最年少合計年齢という記録を打ち立て、ギネス世界記録を受賞した。
完全試合を達成した後、ロッカールームで松川と共に球団広報の取材に応じた佐々木。松川は朗希さんのおかげと話した一方で、佐々木は松川のリードのおかげと話し、お互いに讃え合った。そして佐々木は広報の無茶ぶりで松川のモノマネをリクエストされると、お疲れっすと笑顔でそれに応えていた。2022年には CM 初出演を経験した佐々木。ロッテのスポーツ用ガムギアの CM に相棒の松川と共に出演した。撮影後、佐々木は見つめ合うシーンとか笑いこらえるのに必死でしたと振り返った。佐々木が完全試合で投げた全105球のうち 95% が球速160キロ級のストレートと決め球のフォークだった。ただ三振が極めて少ないことで知られる主砲の吉田正尚には2打席目にカーブを連投して完全にリズムを自分のものにした。そして佐々木のフォークは2022年のプロ野球選手1000人に聞いた最高の変化球第1位に選ばれた。楽天の西川遥輝には当たるわけがないんですよと言われ、球界のエース山本由伸には見たことがないと言われるなど絶賛されていた。とあるテレビ番組で佐々木を迎えるために岩手県民が集まってきた時のこと、佐々木と地元が近い人がいるかを聞いたところ、一人の中年女性が挙手。ところがその女性は一途町と話し、それは佐々木の地元から3時間もかかるところだった。関西人のノリが好きかを聞かれた佐々木、盛り上がりたい時はとてもいいと話しつつ、話に必ずオチを求められるのは正直辛いです、オチがなくてがっかりされると、世の中そんなにオチばかりはないのになぁと思ってしまいますと本音をぶちまけた。新人の頃ふるさと岩手県の話になり、岩手名物わんこそばについて聞かれると、食べたことないですとまさかの回答。さらに盛岡冷麺も食べたことがないと話した。親元離れてロッテの寮に入寮した時、一人暮らしは初めてで不安、家を出ることへの寂しさもあったと正直な気持ちを吐露した。ただ実家を出る前に高校時代の仲間から寄せ書き入りの高校のユニフォームをもらっていた佐々木は、仲間の思いを忘れないと誓った。そんな高校の仲間たちはみんな今でも交流があり、佐々木が完全試合を達成した時はグループラインが盛り上がったそう。さらにこの前の年末年始、帰省した佐々木は地元の友達と自主トレに励んだ。野球以外での将来の夢を聞かれた佐々木は、僕はお金持ちになりたいんですと正々堂々話し、自分の生活ができる上で周囲に対して何かできるぐらいのお金を持っていたいと理由を明かした。2022年オフには内野ノックを受ける守備練習も行った佐々木。今から安田さんより上手くなる練習をしますと、守備が得意ではないことで有名な先輩安田直弘をいじる冗談を言いながら始めた。佐々木は2年連続でパ・リーグの投手としてエラー数が最も多かったので、練習の成果を期待したい。プロ入り時、佐々木は侍ジャパンで日本一、メジャー挑戦という2つの目標を語っていた。去年6月、佐々木は巨人の長嶋茂雄終身名誉監督と対面。長嶋からは約80年の中で杉下茂さん、金田誠一さん、佐々木和弘さんの3人がナンバーワンでしたが、今は佐々木朗希君がナンバーワンですと絶賛された。佐々木は今年の3月に行われる WBC のメンバーにダルビッシュや大谷と共に選出、優勝に貢献できるよう頑張りますと引き込んでいる。というわけで今回は佐々木朗希の面白いエピソードを50個紹介しましたが、この動画ではダルビッシュの面白いエピソードを紹介しているので、ぜひ見てみてください。そして最後に、この動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。それでは皆さん、さようなら。